たそのご本人の、はい、戦時での父の姿ですね。非常にこう大柄のように見えますけれども、はい、183センチほどありましたね。あの軍命令としては出征する方たちの写真を撮って、はい、お迎えする方たちの式典の写真を撮ってというのが軍隊の中での駿府公園の軍用地の中での仕事だったと思うんです。ですけどそれを繰り返し遺骨のお帰りを待っている自分がもどかしくなって戦地に赴くような決意をしたんだと思います。父がものすごい叫び声を上げましてね、裸足で一目散に庭を駆け抜けていって、その防空壕兼床下の収納庫の中に転がり込んで一晩中出てこないんです。まあは泣いて、ものすごい慟哭の声で叫び声で、で私はそれが分かってる、あ写真が分かってる、父はあの母もわからないからどうしたのかと、とうとう父は狂乱してしまったかと父は母思って、で次の朝父が言ったことは、自分の生きるよすがが見えたと、このために自分は今まで生かされてきたんだと、でこの写真を復元するために自分の命はあるから、もう私がいる、父がいるという思わないでくださいと、今後はこの写真を復元して世に出すことだけで自分の命を賭しても構わないからと、そういうふうに父に言われました。まあその時点では思いもつきませんでしたけど、それから父は1年も2年も2階の部屋に閉じこもって写真の復元にかかりました。なぜ自分が残されてるかっていう使命感だけでは生きていけなかったと思うんです。で写真で自分の生計を立てたっていうわけじゃなくって、写真屋にはなれなかった、写真家であって写真屋にはなれなかった人です。ただ声なき声を伝えたいっていう思いは年々風化されていきますね。それこそスタジオにありますあの写真もね、本当に一日でも多く個展をやっていきたいんです。あの中にあの写されて残された写真の人たちがね、あのスタジオの商工集会場の中で思い出話をしながらね、ささやきながら眠っているんですよ。ですから今この時代のね光と風をね伝えてあげたい、で深呼吸させてあげたいんですよ。